が主役じゃなかった。そうだね。こちらにゲストをお呼びしよう。気持ちはすごくとても驚きました。びっくりした。
分かります。では奥さんのシャーリーちゃんの感想をお願いします。请你说一下你的感受吧。虽然就是大家都不同的国籍，然后不是就是但是就像一家人一样。对，现在在这边的感受就像一家人一样，很开心。谢谢。シャリーちゃんの感想は、皆さんが本当に家族のような本当に温かさをすごくとても感謝します。では今からは先ほどケーキカットしたケーキをお互いにあーんとこの二人で食べ合いたいと思います。おい蛋糕给对方。ではまずテモテさんがシャーリーちゃんに、先テモテさん先、シャーリーちゃん。じゃあシャーリーちゃんは特別大きく大きく大きく大最大の一大口太小了。こちらドリンクを用意しましたので、この、ドリンクを手を交差して、飲み合いたいと思います。中国では乾杯って何て言いますか。乾杯。じゃあ皆さんで、手をこう就是交杯手。じゃあ皆さんで、乾杯。乾杯ですね。じゃあ皆さんで乾杯と言って飲みたいと思います。このお二人を心からライブチャーチとしても本当にこの結婚をお祝いしています。我们从心里祝福这两位感谢主可以今天在这里可以我们可以和我们一起分享他们的那个幸福。感谢主。じゃあ家族のようにいつも本当にお二人のことを愛している。じゃあしおくん二人に、メッセージをお願いします。しおさん来发表一下他们对他们的一个祝福。はい、テモテさん、そしてシャーリーさん、ご結婚おめでとうございます。シャーリーさんとテモテさん、祝福你们。ビッグサプライズなんですけども、めちゃめちゃ嬉しいです。他说他非常的开心看到你们。テモテさんが多分、コーリングとしてこっちに来たのが10年ぐらい前ですよね。テモテさんも10年前来到这里。ですのでもう10年間の、兄弟みたいな形で、しかも年も近いですし、なんかすごい親近感があるんですね。もちろんコーリング の, そのリーダーとして本当にこの地道にいろんなその練習やそして企画をするんですよね。就是一場非常的就是练习啊，那个，在这个在每方面非常的专心啊，就是一个榜样。で、その集中力がちょっと半端なくて、僕は素晴らしいと思いまして。就是希望想就是在你的身上看到对神的一个专注，是他学习的。で、そのためにその大きな犠牲だとかっていうのを払うのは惜しまなく、本当にこの日本のためにもたくさんしていると思います。为了日本这样献上感谢你。で、その集中して集中して、多分部屋にこもってると思うんですよね。他说你为了主非常的专心，是不是一直在这个房间里面？
だからあの外に出ないからもう肌が真っ白で。因为你不到外面活动，所以非常的肤色非常的白。ちょっとあの仙人っぽいんですよ。仙人って。リンテさんの仙人って呼ばれます。仙人ってあの山でこうやって曇ってこうやってやる。仙人。スバッターあのあそうなんです。でただシャーリーさんはまた違うんですよねキャラクターが。小林就不一样。あのシャリーさんはとても素晴らしいあの性格を持ってらっしゃって、シャリーさん有很好的性格。どなたにもオープンで話せれるあのキャラクターだと思います。说你非常的开朗。でみんなのみんなから本当にあのすごく好かれるような性格だと思います。大家就是非常的喜欢你的性格。だからもうそのテモスさんのその集中したこもった働きとそしてシャーリーさんのこの性格がとてもいいマッチだと僕は思ってます。で、あの僕たち父親も言ってたんですけども、あの今回ちょっとテモスさんの顔が違ったと。不一样的一个表情。すごくね、幸せそうな、しかも、優しくなってる感じがします。非常感受到这种温柔和亲切感。僕だけじゃなくて、皆さんが思ってるんですけども、本当にこの日本のためにも、たくさんの犠牲を払ってくださって、また本当に市のために、こうして、大きな打撃をしてくださっていることに、心から僕は感謝したいと思います。真的真的从心里感谢你们为日本的这个福音啊付出一切，非常的感恩。じゃあお二人がこれからもあのいただき持ちられることをこれから願ってあの本当に祝福したいと思います。祝福你们在生活当中在神的事情当中都能更加的大大的被神使用。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。